はい、さーい、ロックスケでーす。今日はちょっとリスナーの皆さんにこの YouTube チャンネルについてお聞きしたいんですけれども、お、救急車だ。ハザード大丈夫かな？すいません、ガチでやってるもんでね。最近 YouTube のシステムって変わりました。うん、YouTube はなんだろう、もう頭打ちしてそろそろ平行線から下に下がるとかね、なんだろう、ラジオ番組の方が儲かるよみたいなこと言ってるその方もいたりして、自分なんかもね、 YouTube の収入がね、前回2ヶ月連今月は1万円いったのか、だいたい3万円切るってことなかったんですよ。で、例のバスの動画、あれね、14万円です。トータルで20万円ぐらいになってるんですよ。だったりね、するんで、特定のアプリを使ってる方なんかはね、動画ごとに個別に特定していただいても特定されちゃうもんで構わないんですけれども、売上が下がってる。7900円、何しろ1ヶ月の振り込みにならない時があったんで、ちょっとね、はぁってね、思って、そしたら今 YouTube は頭打ちしたんで、他の媒体も含めてやっていかないとねって。だからトラックドライバーやってる頃は1日おきでね、最近だからこう更新するとき自分もまめに更新するじゃないですか。一日おきとかでね、更新してたんですよね。で、あんまりね、凝った編集をやっても、収益って変わんないんですよ。だから、おとといあたり上げたじゃないですか。秋の投信とかって、あれ猛烈にドローンとか使って編集に、だから、もう下手したら2年とかかかってる。ね、去年、映像の取材から始めるともうそれからかかってるような動画でも、全然、回らないって言ったね、状況。まあそもそもあれは広告をつけてませんけれどもね、皆さんにサンプルとして見ていただくためにわざわざ広告をつけないんですけれども、あの手の動画には、まあやはり収益化って部分でいくと、くだらない。だからトラックとかね、いろいろね、まあ試してみたところ、例えばこの車の話題、ヤリスの話題なんかを挙げると皆さん比較的見ていただける。で、なぜか見てるのは無線化の人だっていうのが、こうやっぱり解析を見ると分かるんですよ。ここは無線化のチャンネルなんですか。もう大抵さ、コメントくれる人にコールサインが書いてあったり、フリラのコールが書いてあったりするんですよ。無線のことなんて最近だって話してないじゃないですかね。滞納した話ですか、ぐらいなね、部分でしか話してないんですけれども、何しろね、ちょっとね、今年に入ってからですね、ガカーンってね、落ちましたね。何がシステム的なね、要件、何がおかしいのか。ただね、面白いのは、だから8月、9月、10月ってね、円安になったじゃないですか。円安の差益。だから、これ、Google 社なんで、ドル建てなんですよね。これのお金ってね。ドル建てなんで、ドル建てなもんで、再生回数は横ばいなのに、結局、為替レートで手にする円は上がってるというね、不思議な現象が起こりまして、これで1万円回復するかな。っていうんでね、ちょっとまめになんかこう、いろいろ、やはりこう、真面目にやらないから収益が落ちるんだみたいなね、ちょっと、怒られてしまいまして、ちゃんとインフルエンサーを捕まえなさいとかね、いろいろあるんですよ。ブログの収入もね、割とだから1400円とかあるのかな。いやいや、それ桁が違う、14万ぐらいにしなさいとかね、ありまして、もう、Google のだって収益しか貼ってないでしょうって言われてね、っていう部分でね、もっと支払いさ、なんかもう、なんかいろいろいろんな支払いサイトでどうたらこうたらうんちゃらかんちゃらって、もう時代がね、止まってるんで、もうね、
自営業やってるとどうしてもねだらけてしまうんでね、暇な時間があったら端末に向かってもっと真面目にやれば不労所得増えますよってねこれ不労所得だと思ってる人いるでしょうね。いや不労所得、半自動収益不労所得に近いんだけれども、これね、稼いでる動画は過去のねレガシー動画がね、稼いでるんですよ。青春18切符何枚綴りとかね、バスの動画がだいぶ落ちてきてモニターを叩くと治るとかね、変なもののね、収益がね、上がったりしてるんですよね。そんなんで、昨今やはり草分け的存在じゃないですか。 YouTube ももうこのアカウント10年ぐらいバンされた時に備えてちゃんとサブアカウントを作りましょうとかね、いろいろなこうネタっていうのかな、教えがね、昨今いろいろありますけれども、真面目にね、ですか。あとは YouTube だいぶシステム変わりました。ここのところね、なんかねミリオタ系ばっかり見てるんですよ。第二次世界大戦当時のだからその戦死をだからだいぶねだから偏っちゃうんですよね。第二次世界大戦当時の戦闘機ものとか戦車ものとかね、あとはその太平洋戦争のその何ですか、戦機ものね、とかね、あの辺りが面白いですね。アメリカがまだ空母が少なかった時代にね、ミッドウェー海戦に至る海戦からミッドウェー海戦前後までっていうのはね、うわこれはね見応えあるなっていうんでね、だから皆さんね YouTuber の方なんていうのかな、下調べもすごいですよね。でわずかな期間でねやっぱりうわーってねこう登録者をね増やしてるんですよ。だから僕1万だからこう1600人とかいるでしょ。これねこのうちね多分無線化の方がね5、6000人で7、8000人の方は、バスの動画関係でダーンって増えた分があるんで1万人以上の視聴者の方を持ってるんだけれども、視聴者に応じてその登録者に応じたそのねコンテンツ提供がなされてないっていうね判断をされちゃってるんですよね。だから1回あたりの動画の再生再生回数がだから300回いけばいいくらいかなぐらいにね見てるんですよね。昔どんなにつまらないくだらないネタでもだいたい200回は回ってましたから、無線のネタを上げると1万回は確実にいってたんですよ。それが全然いかない。やはりフォロワーの方登録者の方無線化が多いんだけれども、なぜか、1万回いかなくなった。やっぱり後発の方でやっぱ面白い方がね、増えてきたかなと思ってね、かといって自分もこのスタイルを変える気もね、さらさらないんで、どうしようどうしたもんかなってね、やっぱり、更新頻度を増やしつつ面白いネタを提供していけばいいかななんて思うんですけれどもね。今日はだから取材でねゼロに行こうかなと思ってるんですけれども、戸倉界隈をねうろうろしてます。戸倉ね神山田温泉っていうのがねあの辺りに、ね、あるんですよね。これさ、聞きたいんだけれども、ここのところだから軍事ものばっかり見てると、そのなんだかなんだこの軍事ものばっかりこうね、おすすめに自分自身の個人チャンネルにはおすすめが出てきて、無線関係全然上がってこないんですよランキングが。でかといってお友達が見てる、だから近いところのお友達が見てる動画っていうのがね、やっぱりこれ反映されるんですかね、どうなんですか、そういうのありますか。いやね、戸倉神山田温泉にね行くみたいなんで、ね、動画があってね、モンゴルでしたってなんで戸倉神山田に行ってねモンゴルなんだっていうのもわからないんだけどね、そんな動画ね、ああ俺見た見た教えてあげたらね、ああ俺見た見た見たとか言うんですよね。あーってね、あい何何ってね、はい、ということでね、動画どこまで進んできたかってね、
戸倉上山田温泉で、終着です。新潟行こうと思ったんだけどこの看板取りたくて戻ってきちゃった。何をバカやってるんだってね。年末なんでね、だいぶあの楽しいお話なんかもね、聞こえてきますが、そんなんでね早朝のドライブをしてます。そんなんでまたお会いしましょう。さようなら。